キングダムの映画続編が決定したそうです。非常に楽しみです。さあ、今日も激流行なきゃなんか、ニューカッスル、スクール企画やっていきましょう。まずはですね、前回皆さんからいただいたコメントを紹介させていただきます。まずはドグラス・コースター記者からです。プレイヤーが変わるたびに名字をいじくられる川島さん、かわいそうです。そうということです。もちろん名字はいじっていますが、本当に川島さんの活躍あってこその、前回の FA カップベスト進出となりました。マジでリスペクトしています。続いて、M ドラゴン記者からです。11分21秒のシーン。本島、前代未聞の大蔵まで、次節からコアラがキーパーになる模様と。ということです。確かに大ゾーンであったんですが、事実からこれキーパーという点は否定させていただきます。ということです。続いて、口パッチ記者からです。普通にこの回歴史に残るほど面白い、わらわらとコメントいただきました。ありがとうございます。ちょっと大ゾーンあったんですけれども、その後私の神セーブ連発で本当に川島さんの名誉を保つことができました。続いて、ダンドーム記者からです。コアラのセーブは2番目に盛り上がる。この動画を見た後に、あっちゃんの動画で朝活何かなさってるのですかということを聞いて、アキちゃんが頭に浮かびましたということです。ちょっと何のことかわかりません。朝活してたでしょ。だからもうしつこくないお前別に。この人のことだとしたら。そうやちょっとすごいって。別に朝活今のしてることあるけどね。だから、ね。別にいい何が悪いの朝活の。朝に活動してることある。いや違う違う。そんなこと言ってないけど。切れてんのはあんただけで。まあだから思ってたのは、なんかすごい意識高いなって。違う。やってないそういうのは。やってないって何。体を動かしてるだけ俺は。うるせえうるせえこいつら。それだけ。うるせえこいつらって。だから何なの意識高いとか、もう意識高い系嫌いなんだ。いや、あんたもやってたじゃん。俺は好きじゃない、意識高い系みたいなの。いや、でもまさにあなたやってたじゃん。やってないけどね。朝なんか、カフェでやったんか。だから、それ別に経験として1回、1、2回行っただけで継続者やってません。で、そういうことやってる友達も嫌いだったいや、全然嫌いじゃない。それは人の考え方でしょ、別に。いや、でも朝意識高い系を俺は一括りで否定しません。否定しただろ。意識高い系っていう言葉が嫌いなの俺は。それでその人やってることを引きとっくりしてしまう。本当にこの世の中狂ってる。最後にバイトインディード記者からです。3分24秒のシーン。コートの縦長さ105メートル、ゴールから写真撮影まで7秒、そこを川島ボルトの世界新記録を塗り替えるということです。あんなに川島選手が映りたがりとは思いませんでした。ということで皆さんたくさんのコメントありがとうございました。さあ FA カップベストボーシング勢いに乗るニューカッスル、今回はエティアードスタジアムでマンチェスターシティとの一戦、この試合から行ってみましょう。さあそれでは本日の試合スターティングメンバー見ていきましょう。まずはニューカッスルユナイテッドからです。今回からポンコツ P が復活となりました。復旧待ちわびていたファンの皆さん一言お願いします。はい。お前ふざけすぎだろ。あんないやだから頑張るって、はいって何一言お願いしますよ。なんではいなの。いやだからそれが、だからその頼りがないのが元気な証拠みたいな。いい会えない時間がみたいな。それ知らねえから。全然そんなこと言ってない。頼りがないの元気の知らせとかいいからそれは。ということでポンコツがトップ下に入ってきました。ラザーロ、フィル・ジョーンズ、ご覧の通り絶不調となっていますので、ジャマールとクラフトが入っています。ウィレムスも入っています。一方マンチェスターシティのフォーメーション、まあなかなかのメンバー入っています。なかなかとかどういうこと。いやいやもうほぼスタメンのメンバー入っていますが、デブライネは入っていないようです。全員がこっちより上ですけどね。はい、だからもうこれはやっても、もうこっちも勢い乗ってるんで、トッタンを倒したりやっていきましょう。さあ、私も慣れ親しんだスタジアムでございます。エティハードスタジアムマンチェスターシティとの一戦がやってきました。カップ戦はね非常に調子良くなってきていますけれども、こちらの試合でもしっかりと結果を残していきたいところです。何スパイク触れないの。スパイクちょっと分かりませんでした。もういないんでスポーツショップに。頼むよ。お前も頼むよ。俺はちょっと復帰戦だから。復帰戦だからってなんでやる気なくなるの。やる気ある。オッケー。ちょっとあんま今回下がらないことをテーマにしよう。このドリブルのテクニックは素晴らしいですよね。いいよ。柔らかいボールタッチで相手を向いて、ナイス。頼むよ。いやー、いやー、ごめん。としての活躍を期待したいですよね。そうですね。もう、裏。いや、いける。いける。よっしゃ。頼むよ。いやー、そう、頼む。サンキュー。マンチェスター、今日ここのところ毎試合ゴールを上げている好調なチームとの対戦。いいね。マジでこの3人。ちょっと静かにしてマジでこの3人って。ジョアン・カンセロ、危ないシーンでしたが。いやー。クリアの対応。エールか。これか。いやーお前。いやー。でしょそこじゃなくて。あー裏か今。そこで受けても毎回それじゃん。ごめん。
え、しかも今はちょっとオフサイドにいたけど。裏か。え、なんで下がってこないのがテーマとか意味なのと言った。いや、今のは点線か。オッケー、ごめん。もう早く65分になる。もうそれ。その反省も意味わかんないし。ちょっとさ、復帰してきたのだ。前回やめて、マウスが。じゃあファーの方ね。オッケー、ファー、ファー。裏で、うん、走ってだから僕は手前からファーの裏ね、オッケー全く前に来てないですけど、ボールが散々マウスだけでかくして何をリハビリ中にしてたの。壁関係ないでしょ、今ベルナルド・シウバ頼む守備ナイス。うわあ伸びたみたいなやめて。おめえだタイムマシン乗った、ちょっとでも今のは危ないよ、それこそセーフティーの原則頼むよ、マジで。すぐボール出す、縦へのボール、うわ取れる、ナイス、オッケー、出していけるいやー、オッケー、オラ狙ってたでしょー、サントーオッケー、オッケー、オッケー、あっかいやん、ちょ、違う違う、あれボールライトそうなんのか、俺は前に電話です、すぐオッケー、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 実家に電話しました、オッケー、オッケー、オッケー、いいゴールだよ、ちゃんと裏狙ってたから来るの信じて、いい感じになっていきましょうか。俺、手取ったよ。よし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 。全然リスペクトはないって言ったから、ね。誰への？いや、はい。めっちゃじゃあります、あります。今入ってきた。これも、ね。やってない。今確実に電話でしょ。はい。さあ、頼むよ、シェルビー。ナイス、オッケーオッケー、こう拾えた、え、お前どこに、え、いやいや、こっちでたまたまスポジションに来てた、え、だからたまたまっていうのはおかしいけどね、はい、え、何も考えないってことでしょ、つまり俺こっち来そうかなって予測してた、うん、だからおっ、きゃっ、うん、来るよ、来るよ、来るよ、オープン、いや、いや、ギリギリだ、危ない、さあ、追い込んでいくよ、おっとっと、あるある、ラストあるか、いや、ちょっときついかも、おお、まあ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 、まあ、まずは1点、コアロのゴールです、先制です、さあ、前半を終えて2つ、このような形となりました、ワンチャンスを確実にものにしました、これはフルタイプ出場が期待されます、さよなら、マンチェスター対ニューカッスル、ニューカッスル1対0でリード、後半に向かいます、いや、サイド、オッケー、それでいいよ、後半始まっています、じゃあ中入って、お前、そう、お前は受けたりして、お前どこ出すよ、いや、どう、俺か、まだまだ、あー、ごめん、まっか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 、オッケー、エミルクラフト頼むよ、いいよ、もう一回、いや、もう一回もらえるか、もらえる、いやー中行くか、俺は、あー、いや、どうしよう、どうだ、いやー、さすがメール、これは、ナイス、お前、中行く、中行く、中行ってるよ、いやー、惜しい、一山向こうになかったか、あれは、なんか不安っていう黒さあった、山が動いたな、これ、いい、どういたか、こう、さあ行くよ、やめてくれ、政治的、これは別に歴史的な発言でしょ、ただの政治寄りというか、じゃあデブライネ来た、やばやばい、ナイス、サンキュー、Who needs go go We got to see by you OK you know ザビお、いいじゃん、ベル、いやー、惜しい、ナイス、サンキュー、どうだ、ナイス、サンキュー、いやー、いやー、
何の手なのそれ。ごめん、申し訳ないね。アダムスミスは。ナイス。逆。オッケー。頼んだ。俺はファーにいる。いやー、お前もうちょっと入り込まなきゃダメだ。しっかり入ってほしいな。ごめん、入り込めなかった、悪い。込めなかったとか、込まなかったなんだよな。ごめん。ベルナルドシウム。危ねえ、立てきた。やばい。やば。いやー。マジか。まずいよ、この後の選手起用も。これやろうやろうやろう。オッケーオッケー、まあ結果出してるからね。オッケー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 。まだ終わってないよ、まだこっからだからね。いや、惜しい。ナイスナイス。ヤイスじゃナイス。オッケー、よし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 。デュメ、マジここラスト決めたらかっけえよ。ラストって何？最後決勝点。いや惜しい。いやー、頼む。取れんじゃん。ナイスナイス。いや、これまだあるよ。いやー、ごめん。ナイス。サンキュー。いいよ。いやゴールね、殴られてるけどね、今。新喜劇かな、これは。ボール触られた瞬間も、相手蹴りに行ってないの。感性が遅く来ちゃった。ルナルドシウバ。頑張れ。ナイス。よし、触らない。前行ける。ベイル前、アキツアル。いや、ちょっと早い。いや、早いか。ごめん。ちょっと指示にすぐ反応しちゃったわ、やっぱり。抜け切ってないのかも、そういう指示待ちにいるのか。メイの言葉出た途端出しちゃったわ。選択肢の一つとして言ってるの。って言って、そう、ごめん。それをもうすぐやれっていうのに捉えちゃったかもしれない。いやー、惜しい。あぶれ。どん。オッケー、あるよ。立って抜けた方がいいか、これ一旦。お前そっち抜けて。オッケー。あ、もういける？いや無理。いきなりは無理か。でも立ってでもいいよ。ちょっと待って。立っていける？いや、ベイル出して。わかった。あ、おい。あ、オッケー。いや、かなりいってるよね、これ。あそこいるな、もう一人。確かにもう一人。全然前でも行きます。いやー、そう、ちょっと思ったより流れたな、お前。まあちょっとこっちむずいかもしれないけど、まあ、ちょっとファーだな。オッケー。いやー完璧あった、正直コーナーは。これ戻るしかない。頼む、ラスト。いや、お前がそんな行くの。だってもう時間が中、怖いの中なんだよ。待って、いや、え、ある、まだ。あー、1対1激闘の末ドローという結果に終わりました。試合を置いてのスタッツ、このような形となりました。評価点はこのような状況です。いや、勝利に見つけなかったっていうのはまだまだです。その他このような状況です。さあ、高い所の結果を見ていきましょう。このような形となっています。もう一方のページ、こんな状況です。さあ、順位の方を見ていきましょう。現在15位、下位はこのような状況です。この後上位見ていきましょう。こういった状況、シティがチェルシーに勝ち点10差をつけているという状況になっています。ルイス・キャス選手に関してダービーカウンティーというところからオファーがありました。ここはキャス選手のキャリアのことも考えて交渉成立させたいと思います。ルイス・キャスさん、いってらっしゃい。さあ、ということで本日は2試合目、セントジェームスパークでのシェフィールドユナイテッド戦いってみましょう。さあ、それでは試合前両チームスターティングメンバー見ていきましょう。まずはニューカッスルユナイテッドから、ヨッチ、ベスターゴア、2人とも絶不調ということで、今回は選手入れ替えさせていただいております。イエドリンに関しても調子悪いので、今回もエミル・クラウトで行かせていただきます。2戦連続連発、コアラキラ狙っていきます。続いてシェフィールドユナイテッドです。注目の選手の方は、
ベルゲ。はい。前も言ったと思いますけど、伊東純也と同じチームです。ヘンクですね。にいました。それでは試合行ってみましょう。さあ、シェフィールドユナイテッドの一戦です。ニューカッスル対シェフィールド。さあ、前節得点をして勢いに乗っているコアラ・アキラオが先陣を切って登場です。コンディションも非常に整ってきていると聞いています。さあ、行きましょう。これは X ですね。19.4 から。さあ、行きましょう。よし、やろうぜ。そういうのを覚えさせられるんですか。いや、はい、いや、まあ、いや、てか、ある程度は覚え、自分から覚えてました。自然に接客することが多くて。さあ、北沢さん、いや、そっち行ったの。いいね。いや、いや、オッケー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 エミル・クラフト、ポンティゴ、待てか、いや、きついか。さあ、左へ預けて、エミルクラフト、ある、いや、間違えた、ごめん、間違えた。オッケーオッケー、やるやる、ごめん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 、これでいいよ。オッケー、ドン。いやー、そこか。パスには見えなかったけどね、お前のも。まあでも、からもう体でとりあえずお前突き渡そうと思って。思うよ。先に仕掛けるかですね。また中央へ。まずい。やべ。オーブンで強いの体。ちょっと囲まれた中での判断どうだっただろう。前移りボールがやめろって。あるよ、いいよ、俺でも。お前す、あ、いや、いや、でも、お前打っちゃう。いやー、ファール、え、オッケーオッケーオッケー、来た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 、よし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 。いや、これは言ってるわ、これは言ってる。お前ちょっとし、やめてそれ、紛らわしいから。いや、マジで陰キャだから、そういうことしてくれやつって。 5.5 割ぐらい、ちょっと映り込むか、やめろ。 5.5 割、 5.5 割、 あそこ低いな。え、全然、いやー、5ではねえけど。いや、でも今強さ合ってるでしょ、コースだよ今。いやコース、いや、強さ合ってんだよ。あ、でもお前 5.5 割ではなかった。 5.5 意識してちょっと上行くぐらいの、下に見積もってんの、いつも。それぐらいちょうどいいのよ。ごめんみんな、今マジもうちょっとあった。コースがちょっと寄りすぎたな。高さは OK だ、高さは OK だった今完全に。いや、コースって言ったら高さも入るからね。ごめんごめんごめん、ちょっと意味不明なこと言ってるみたいな。表現に関しては失礼、ちょっと表現不自由になってしまいました。全部不自由だったけど、敵 5.5 割っていう表現も、はい、すぐ上げられるから。これか、上げるよ。あー、サイド、ベールのか、おー、いやー、ごめん、いやー、落としてくれたのに、あなたが。さあ、どうする。ごめんごめん、ちょっと待って、せや、危なかった。ねえよ、まったく。リテインクラス、来い。いや、なんか、いやー、意味が、オッケーオッケーオッケー、ちょっと前入りすぎちゃった。またこれやるのか、このチームは。何してた今まで。欲しいタイミングで来なかったから、もう走って止まれなかったの、マジごめん。本当にゴールに向かって直線してたから。いや、ここで出すしかないでしょ。ごめんごめん、もう白の怖えな、一番ガッツでしょ、勇敢。じゃあ、じゃあ、あんないかつくねえな。あるよ、クロス、うん、そっちか。クリアです。これなんか仕掛けるタイミングを測る、クロスか。セルフィーからダニーローズ、オッケーオッケーオッケー、ポンティゴ打っていった。オッケー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 。何、自分で納得させてんの。ちょっと強すぎたわ。いいよ、その可愛らしい語尾は。え、何何その誤調。誤調って何だ。いや、喋り方前半です。
強すぎたわ。いや強すぎたどころじゃないけどね。ほぼ開発しちゃうからね。いやそれはだからお前も言わないで。分かった。お前も。まあもうこのローンは終わりにしよう。よっしゃ来い。え、よっしゃ来いってお前オフサイドポジションで言ってたけど今。何人の人マジで。セルビー。長いフィード前線いける、そのままそのまま自分で突っ込む。いやー、オッケー先制して、この試合を折り返します。40番を終えてスタートこんな形になりました。このまま後半に臨みます。さあ行こう。あと17分。いやだからその発言いらないでしょ。え、なんで一応ね、いいあんた忘れてるみたいな。ヨシメーターみたいな。ヨシメーターって何、はい、もう出ない出ないか。いやー、ここで受ける。いや、よく体出た。オッケー、頼むよ、前向いて。いいよ、いいよ。危ない。まあ、行くか。いやー、もう一回戻んないと、これか。いいよ、打てるよ。いやー全然加減できへんのお前じゃんや。結局いや、もう一回体入ったので2回押しちゃったんだ。キャンセルがフェイント入れればよかった。ごめん。非常にシビアですよね。惜しい。そことナイス。ごめん、ちょっとかなり、ま、難しいパスになっちゃった。お前受けて。いや、あー OK。 いける。いやー、ごめん浮かせた。よっと、ああ、そうそうそう、ごめんごめん。あと浮かずたり最後のクーだけなんだけど。逃げよう。うん。ある。いやあ。いや、前行け。オッケー。で、じゃあこれで考えちゃったら終わるか。じゃあもう5秒で出せ、変わらないでしょ。OKOK。 俺は、この時間からキーパーやります。ありがとうございます、うん、いやマジでかっけえから。あ、違う違う、みんな知らんと思うけど、うん、一回この子が意味わかんないけど。ちょっと違うんだよなイメージが。マジで頼むよ。いやマジかっけえよ。いやかっけえとかじゃねえからねマジで。いやチームすぎる。じゃあ頼むよお前そのね。今まさにすぐチームが変わってる。すぐ救えよ。うん、じゃあ俺前出るから。意味が分かんない、それは。素早いパスですよね。上がってきます。上でもあるけどね。うん、どう出して。セルビーサイドのスペースを使います。上げる。心配な攻撃軍が。頼むよ山の民。山の民、柏原さん。山の民。やめろキングダムは。バジオやめろ。妖怪やめろ。ちょっと長澤さん頼むよ。今日の夜21時から。金曜ロードショー頼むよ。それ止めらんな い今のはちょっと難しかったかも。何が長澤さん頼むよだよ。山のか民です。だから、はい、関係ないでしょこの試合と。いやええ、なになになに当たってるの。え、なにこれ、手当たってんじゃん完全に。なんで弾かれない、何も方向変わらないの、手に当たってるのに。どういうゲームこれマジで。コナミさんマジでどう。いやおかしいと思ったんだよ。ちょっと軌道変わるとか何もしないからさ、このコースにいんのに。え、マジで何なんだろう。いややるやる、俺らやるよ、頼む、うん、お前救いたい。素晴らしいコースをくれてますね。いいよ手越しっていうのは。頼む、もうこれはもう事故と思うしかない。今の失点は声が減ってんな攻撃軍の。いいよいいよ全然気にせずやってこい。うん、頼む。気にせずって仲間だろ。だって声がとかいいよ。分かった、俺たちやるから。俺たちって俺も含まれんだから。これはスローインとなります。
ここで変わっちゃうのお前が。いやー俺だけキーパーだけはもうわけわかんなくないこれ。だからもうほぼゲームオーバー。いやいやいや。行け。オッケー。いやーもどかしいな後ろで見てて。今日ワンアシストです。やばいよこれは。マジだ。オッケー。いや。もどかしいとか言ってる場合じゃねえだろお前。いやー行こう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 前出てーぐらいだけどなこれ。もう行くしかない時間もうラストだから。いや聞いたことないけどこんなとこからいきなり行く気ば。もうそこまでは。オッケーオッケー助かった。オッケーオッケーオッケー行こう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 。もう行っちゃ行っちゃ行ってる行ってる行ってるよ頼む。コーナーコーナー来い。いやヤバい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 。ああいや、それはだってキーパーだよ。でもだからいや結果ね。ここだけ攻めるのは違うでしょさすがに。だから他決めてればっていうの。しかも1点事故だしね。いや事故で済ませんのやめようよ。分かった。残念ながら90ポイントでこの結果は敗れてしまいました。評価点はこのような状況です。その他こんな形となっています。5.5 だから。はい、その他の会場結果このような形となりました。その他こんな状況となっています。さあ15位と変わりありません。バンリーと勝ち点は27と並んでしまいました。会はこのような状況です。ゴールランキング見ていきましょう。小原明現在8位にランクインしている状況です。10得点です。下げたら乗せたの。うん乗せてますからね。言ってもプレミアム10だから多分35点分ぐらい伸ばしてますけど。はい、さあ続いてアシストランキング、ポンコツ P が8アシストプレミア2位という状況になっています。さあ月間ベストイレブンの方も発表されました。2月のベストイレブン、入荷するからの応援選手はございませんでした。さあということで次回の動画ではクリスタルパレスの試合から皆さんにお送りしたいと思います。それではまた次回の動画スタジオまでお会いしましょう。さよなら。おいざけんなよ。